さあさあ、デカタヌキ試していきますよ。おいで。今日はフリーリグがすごい具合がいいんですよね。フリーリグデカタヌキ濁ってるから、ちょっとボリュームのあるルアーに反応がいいので、浮きタヌキとか通常の山タヌキではなくて、よいしょ、7グラムの フリーリグ、これでちょっと攻めてみようかな。で、具は山タヌキのでかいやつ、デカタヌキ。ちょっとノーシンカーでスーって沈めるっていうよりは、下でこちょこちょやった方が反応が良さそうなんで、デカタヌキでね、針はね、一緒にこうやって入れとくんですけど、ワーム316の50番ワイドゲーブで結構軸線も太くて、でっかいのが来ても安心な、まあ昔からある針ですよね。こんな感じ。よっしゃ、おお、いいね。これで、まあなんかすげえ濁ってるんだけど、魚はね、釣れたんで、怪しげなところにドスッドスッっていう感じで、ドスップルンドスップルンっていう感じでやってみたいと思います。どうかな、ちょっと雨降ったり止んだりびしょびしょになってたり寒かったり、でもそんな気温は低くなかったり、いろいろですがやってみます。お尻のもうプルルン頼みで、このすごい濁ってるんで、デカタヌキの存在感でバスの目の前にさえ行けばダスって食っちゃうみたいな、そういう魚が釣りたいんですけど、ここ鯉とかがね見えていて、でこの下に何やらバスもいる風なんだけど、こういう淀みとかにいると思うんだけどな、どうかね。これ濃いな。てて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 って言って食ってくれればね。時間としてはもう今、多分どうかな、夕方に差し掛かってると思うんで、雨降るから普段よりちょっと暗くなるのが早い気はするけど。
いるでしょう。いない、いないのか。住んでればな、ビッグベイトとかでも良さそうな感じだけど。ゴーンってね、来る予定が、まあ、そう甘くはないか。時間的に絶対でっかいのがわーっと刺してくるタイミングだと思うんだけどな。かといってちょっとトップとかでどうこうできるような、そういう感じの。すげえ濁りが入っちゃった。おーしゃ、食ったね、食ったね、これ。おーしゃ、でかたぬき、うおよい、いた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 、いた、下顎なんですけど、いたか、いたね君。よいしょ、下顎フィッシュ。はい、デカタヌキのこれね、フリーリグなんですけど、白バス、なんか やたら白いバスが釣れました。サイズの割にね、すごい引いてくれた。いやいいね、デカタヌキをフリーリグでプル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 してたらガツッと食ってくれました。イエーイ、プルン。ありがとう。はい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 、来ましたよ。開始早々デカタヌキのフリーリグね、この濁りだけどデカタヌキの存在感と、あとちょっとキャストしやすいから、あの岸際に静かにキュッて入れていきたいんですけど、このデカタヌキの重量感が気持ちよくキュッて入れさせてくれるんで、下から刺してきたバスかな。何回もあそこ打ってるけどいないか。住んでる時見て覚えてるんですか。あっちの釣れたところはすごいなんかえぐれみたいになってて、バスが一回ちょっと立ち寄ろうかなみたいな、停留所みたいな、あの高速バスの停留所みたいになってるとこなんで、で一番メインのね、あの上はもう、あ、まあ結構釣れてて、釣れない時釣れないけど、こういう状況の時はすごい釣れてくれるいいインレットなんで、その途中のちょっとした立ち寄り先みたいなとこに丁寧に静かに入れていくと、今反応しましたね。で結構なんだろう、タックルがこれ20ポンドでアブソルートので、竿もミディアムヘビーぐらいなんで、この手のタックルで無理やり小さいというか軽いのを投げると結構なんか弾道がそれたりなんだりするんだけど、 7g プラスこのデカタヌキのこのセットだと低弾道で静かにキュッて入れられるから、あ、バスがいてくれればそんなにビビらずハフって食ってくれるんじゃないかなと思ってやっております。
いやしかしちょっと見えバスとかがいないからね、あとはもう信じて打つべし打つべしって感じだな、ね、最近もう本当暗くなりだすと一気に暗くなるからな、もう一流し二流しできるかできないか、ここら辺も絶対いい感じで誘えば食いそうなんだ。あ、食ってたか？食ってたか？今ライン手前に走ってたぞ。食ってたっぽいっす。やっちまったっぽいっす。何やってんだ。言うまずめだぞ。集中力上げろ。今食ってたっぽいな。メガネが曇ってというか水滴で全然糸が見えてない。多分今の糸がちゃんと見えてればふわーって手前に走ってたんだろうな。今日その手のバラシ多いな。何匹かそれやっちゃってるんで、まあしょうがない。その分集中力を高めて打ってけば。水温はね、ティーパーで測ったところ、26.8 度とかね、雨でもう1段階下がったんじゃないかな。最近もう夜もだいぶ涼しくなってきましたもんね。だから朝夕がこうしっかりときっちり涼しくなってくれてるから、朝まずめとか夕まずめいいと思うんだけどな。ジグスト気味にふわーふわーっと止めた時にお尻がプルルンってのをイメージして、ちょっと止めた後にこう余韻を残すような、そんなイメージでプルルンプルルンってこう打っております。こう投げてるルアーがね、水中でそのフリーリグだからドンって重りがいった後にどう余韻でフワンってなるかね、それを脳内でイメージして、でそのちょっと後に思わず食いつくとかまでこうなんていうのかな、イメージを膨らましてアクションさせるといいんじゃないかなと。今お尻がプルンってなりましたみたいなね、そんな感じで。絶対いると思うんだけどな。はい、というわけでね、デカタヌキ、ゲイリー山本の山タヌキの大きい方のサイズですね、これをフリーリグで使って、いいバスが1匹釣れたよっていうことで、最近ねあのフリーリグでねいろいろなワームを使うのに凝っていて、で今回もね、あデカタヌキプラスシンカーでより精度が上がるんじゃないかなキャストのねっていうことで使ってみたところ、すごいね投げやすくてですね、思い通りのスポットにスポンスポンって入るなっていうイメージで、通常だとノーシンカーでね使うのが好きなんですけども、フリーリグでもね使いやすかったよっていうことで、でまあデカタヌキなんで来ればねちょっとサイズもね大きいサイズが狙えるしということでやってみたところ、いい感じでねバスが釣れてくれました。まあこんな感じでね引き続きいろいろな使い方で、ゲイリーワーム使っていきますので、ぜひね、コメント欄にねこんな使い方もあるよとかあったらね教えていただければと思います。またねチャンネル登録といいねボタンの方もぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今回の動画はですねゲイリー山本のデカタヌキ、これをねフリーリグで使ったところいい魚が釣れてってこういった動画でした。釣りこうTV でした。また会おうぜ。